結構ね、脳で、行動止まるようになってるんですけど、僕に対してはね。でも他の方は多分聞かない、まだね。その辺もちゃんとしていかなあかんので、まず飛びついてこないかな、ね、ね。普通の犬やったらしゃがんででも止めれんねんけど、ピットブルはやっぱりしゃがんだら引っ張られますね。すごい力取られた。首輪がね、ちょうどコレクション入れるとこに首輪ついてるから、でもつけとかんと危ないしね。はい、ポテト君です。いろいろできるようになりました。ショートで、いろいろできるようになったというか、飛びつきの改善と、まだちょっと飛びつくねんけど、あと日本語理解さすっていうことで、日本語のコマンド、英語のコマンドちょっと入ってたんですが、おやつを見せないと座らないとか、そんな感じだったんで、それを全くおやつを使わずに、日本語でコマンド入れ直しやってます。それちょっとね、ショートでも出させていただいたんですが、ちょっと成果が出てきたんで、動画にしてみます。それと今、おもちゃに執着、トイアグレッシブでしょうね、おもちゃに執着返さないっていうのがあって、それもおやつでいろいろやってたみたいなんですけど、それをおやつを使わずに話さすいうことを今やってます。でもまだこれは全然うまくいかないです。興奮しちゃってね。でその辺もまとめて動画に撮れるかなと思って、ちょっとやってみようと思います。はい、こんな感じ、もうちょい後ろ、こんな感じでいきましょう。何せんなんだった。よし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 、どこら辺で行こうかな、ここら辺で行こうかな。いつものようにカメラ据えます。ここかな、これね。はい、もうちょっと後ろやな、もうちょっと後ろで行こう、この辺、この辺で行こう、この辺で。はいはい、まず飛びつかす飛びつく前に脳でもうまだね、僕にはね、結構ね、脳で、行動止まるようになってるんですけど、僕に対してはね。でも他の方は多分聞かない、まだね。その辺もちゃんとしていかなあかんので、まず飛びついてこないかな、ね。もうぴょんぴょんやったんが脳で止まるようになった。これ全部コレクションです。コレクション入れて、指痛い痛なったけど、コレクションで。今犬ね、レジちゃん、おっちゃんが吠えてるんで余計興奮してくると思うんですけど、まあいいかなと思ってやっていきますね。って感じで、ポテッチ、何、やる気なし、やる気なし、ポテッチ、首は嫌の、かい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 、はい、よし、座れ、ポテッチ座れ、はいね、座れがショートでも出してますけど、もっとね、どんなもんかっていうのがね、なかなかショートでは分かんない。はい、座れ、はい、まだ腰浮いてるぞお前、あかん、座れ、よし、待て、できるか、待てな、ポテッチ、ポテッチ、座れ、待てな、座れ、待って待って待って、わかんない、わかんない、
わかんない。待って。その座り方よ。喋ったかな。座れ。いやの。座れ。待って。座れ。座り完璧になってきたでしょ。ね。座れ。ポテッチ。絶対あの顔をアイコンタクトじゃないんやけど、まずこっちを向かすことです。名前読んでね、こっちを向かさないと指示入れたらダメです。コマンド入ってるの、人間同士でもそうでしょ。名前読んだりとかねえねえとか言ってこっち向いた時に要件を言うでしょ。一緒です。ほんでそういう風にやっていかないと、コマンドってきれいに入んないです。でコマンド入ってたとしてもそういうことを心がけていかないと、コマンドが中途半端になるっていうか、あの座れを指すことによって座れって言って座れって言って向いてないのに言って耳に届いてないのに座れって言って何回も座れを言わないと座んないみたいなことになっちゃうんで、まず顔を見せる。でアイコンタクトとかあのトレーナーさんね、アイコンタクトとか結構言われるんですよね、トレーナーさん。で僕アイコンタクトは興奮につながるので無理につけない方がいいと思ってるんですよ。トルコはもう取ってきたのは勝手やけど、どうしても何かおやつで釣ったりとかでアイコンタクトをやっていくと、おやつで興奮させるのと、犬同士目と目を合わすいうことは挑戦なんですよ。だから興奮しちゃうんです。で、人間でもそうでしょ。格闘技とかで目と目を合わすじゃないですか。だから興奮するじゃないですか。だからそれと一緒です。ですからアイコンタクトっていうのは僕はもう取らせないじゃないですよ。取らせないじゃなしに何言ってんかな、ねえねえなんですよ。ねえねえって何ってこれだけでいいって思ってます。もうしょっちゅう気持ち悪いほど、アイコンタクトを取らせるトレーナーさんとかおるけど、みんな興奮してます、尻尾立って。それはね、興奮につながることは興奮イコール問題行動と思ってるんですよね。ですから、アイコンタクトは僕は意識的に取らさなくてもいいっていう考えです。はい、座れ。見たらね、何してんの、かわいいの、あ、これついてんの、これ気持ち悪かったな。いけたいけたいけたよ。ポテッチポテッチ匂い気になるな。座れポテッチ、座れポテッチ。やる気なしになったな、お前。座ポテッチポテッチ、まだ名前理解できてない。ポテッチ座れ座れ。何あんた、ポテ君、匂いやね、ここ。さっきね、シュン君の毛をね抜いとったから匂いが気になりだしたら、はい、ポテ座れ座れ。あれ、お前今までできててんないかなった。座れ。はい、座らなあかんのよ。でこうやって何回もコマンド入れて言って座ったとして、これ褒めないね。褒めない。一回で座った、これ褒める。で何回もやったら聞いてないじゃないですか、初め。ほんだら全てに対して褒めることになるんで、これはやらないことです。僕はそう思ってます。これなんでかというと、前も喋ったかな、何か悪いことをしてとか間違ったことをして、人間同士でね、まあ子供が間違ったことをして、ちょっとお前来いで注意するじゃないですか。で、分かったか、分かりました、賢いなって言わないでしょ。今度から気をつけろって言うじゃないですか。
で会社組織でもそうじゃないですか。何か間違ったこととか、失敗したことあって注意される、ちょっと来いっていう感じで呼ばれて、上司からいろいろこここうで間違ってるやないかっていうのを言われた時に、分かったか、はい、偉いなお前って言わないじゃないですか。次から気をつけろじゃないですか。だから犬もそうなんですよ。褒めないです。で僕よく褒めない褒めないって言われるから、だから褒めてないんですよ。だからちゃんと確実に全部できたなっていう時によくやったって、それは褒めます。でも途中で何か間違いがあって、それを訂正、自分がかけてる状態で訂正かけてできました、で次からこうせいなんですよ。そこが僕トレーナーさんと違うとこです。人間社会で考えるとそうでしょ。ですからそうしてます。はい、ポテッおい来い、ポテッチほったらかしにして来ない、ポテちゃん、ポテちゃん来てください。あなたよくねこうやって来なかったも来たってそんな思い切り込んでええやろ。でそれでグッドとか言っちゃうでしょ。でもこれも間違いが入ってるんで、えらい興奮したね。間違いが入ってるんでこれも褒めないです。来てもね、何から何まで褒めなあかんって、褒めなあかんって、それは間違いです。ポテポテ、あなたポテ、ロープのおもちゃ置いてあるんですよ。何個も潰したか。ポテ、おい、来い、はい、座れ座れ、興奮しちゃったな、座れ座れ、全然あかんやないかお前、興奮しちゃったね。じゃ次へ行きましょうか、次へ行きましょうか。えらい興奮した顔して、興奮した時にこれしたらね絶対ダメダメ言うてやるけど、ね、結構言うこと聞くようになったでしょ。結構な、ね、よいしょ。これね話が入れてないんですよまだ。なあ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 、話せ、これで引っ張るから、引っ張る、こっち引っ張る、これすると興奮させていくし、引っ張られるから離さないになっちゃいます。でも離すか言うと離さないんですよ。これ離したらダメですよ。離せ、話せ、話せ。どん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 ね手の方に来るんですよこの子ね。え、ねえ、話せ、全然もう耳に届いてない、ね、声が。
普通の犬やったらしゃがんででも止めれんねんけど、ピットブルはやっぱりしゃがんだら引っ張られますね。すごい力取られた。なあ、カメラ。はあ、なせ。おお。話したそうなのよ。よし、ちょっと興奮おったね。話せ。こうやって話入れていくんですよ。映ってる？話せ。また興奮しちゃった。何してんのあんた。ちょっとこっち来い。こっち来い。カメラが映んないカメラに。何してんのあんた。頼むわもう。はっしゃ。こっちでここでしょうか。ちょっとカメラの位置を変えようか。こっから動かないやろな多分。こうしますね。よいしょ。話せ。なん。それすんなよお前。もうちょいこっち来い。こっち来い。映んないの。ね。誰か撮っててくれてたらね、やりやすい。ねえ。話せ。首振ったらもう声届かないからね。首振ったら。ねえ。話せ。話せ。ねえ。どうしたらいいんでしょうこんな。なあ、全然もう届かない。よいしょ。話せ。ひっくり返るわ。話せ。こける。めっちゃ力強いね。
何表紙抜けささんといて、これ絶対ひっくり返させられるわ。ねえ、ねえ、必死やね。諦めるまで待たなしゃあない。足噛まないでね。ねえ。まだか。これ執念はピットブルピカイチやからね。おお、すごいすごいすごい。負けるわこれ。ダメねこれ。ダメ。どうした？もういいの？ねえ、こっちこっち来い、こっち来い。なカメラ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 。ねえ、ね、チリリン。はなせ。カメラジャムイとほうになってんねんけど。ねえ、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 話せ、ねえ、手の方行ったら話すと思ってやね、これ。話せ。怖がりやねんね。目合わせて顔近づけていったら、うなるっていうの、これね。うなって引っ張って下がってるからめっちゃ怖がれね。
話せ、ね、カメラ向き変えましょうか。またここ花赤森、まだこれ。大力勝負やねお前。足噛むなよお前。はなせ、すごいな。なな、な、はなせ。こうやってひっくり返されんねんね、余計に。ミリミリって言ってちぎれるよこのおもちゃ。肉ちぎられてんよ。なん？バレに帰った？なん？無理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 です、無理です、それ無理です。あなたどうにかしよう思って無理です。前足の力は私の方が強いよ。なあなあ、どないもできません。私どうにもできません。私どうにもできません。これ反対向いちゃったらダメよ。それ後ろからは反則ですよ。あなた後ろからは反則です。首輪がねちょうどコレクション入れるとこに首輪ついてるから、でもつけとかんと危ないしね。なね、感じひんねこの人。ははは、何にも感じひん。なあ、なあ、って感じで一番いいの首を持ち上げて話すことやね。今の状態だったらちょっとあれやけど、話せ。また来た。はい。
あーなーさねえ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 ということで、この繰り返しですね。はい、だいぶ観念はするようになってきたような気がしますね。まあなかなかやね、こういう子は。よいしょねえ。座れ座れ座れない。ポテッチ座れ、ポテッチ座れ。座れ。いっぱいつけてもらう。はい、上げて話すが正解みたいですね。うん、一番。コレクション全然無理。あ、言ってくれた。はい、ということで、まだまだ、執着に対しては時間かかりそうですね。で、あ、痛いからって。はい、ということで、まだまだです。はい、アナセ、よし。何やあんたね。でね、リードつけてなんかやってたみたいで、鼻刺すのね、リードつけたらね来ないんですよ。うん、だからリードつけてあげとったんかなかも。わかんない、わかんない、その辺はね。でもリードつけたらめっちゃおとなしになるんですよ、これしないように。なんかやってたんやろね。まあそんな変なトレーナーさんじゃないんで、きついことはしてないと思いますよ。うん、はい、ってことで、ポテッチまだまだでしょ。可愛いんやけどね、これ直さんと。これがこんだけ手こずるいうことは6個も大変やと思うよ、この子。はい、またご報告します。それでは失礼します。はい。